d n a 筒香嘉友外野手が18日、横浜スタジアムで入団会見を行った。会場は一般公開され、雨が降る中で熱狂的なファンも集結した。写真、三浦監督とがっちり握手相思想愛にお互い満面の笑み。会見る前には球場内ビジョンで、思い出シーンをまとめた VTR を放映。応援団が筒香の応援歌を演奏する中、 スーツ姿で登場した筒香は、お集まりいただき感謝しています。また横浜スタジアムで野球ができる喜びをかみしめています、と笑みを浮かべた。球場の雰囲気について、正直、かなり鳥肌立っています、とうなずいた。巨人やパ・球団などの争奪戦を経て d n a 入りを決断。決め手について問われ、これまでも野球が上手くなる方を選んで、選択するようにしています。 どうなるかわからない状況が続いて、正直、日本に復帰するモチベーション上がらなかったのは事実、と葛藤があったことも明かした。一方で d n a のオファーに感謝し、その毎日練習している中、考えている中、ベイスターズで優勝したい、するという思いが僕の今の日本でプレーするモチベーションになりました、と語ると、ファンから再び大きな拍手が沸き起こった。 津賀は19年まで d n a でプレーし、通算205本塁打。夢を追って大リーグに挑戦した。今季、ジャイアンツから FA となり、5年ぶりに日本球界復帰を決断した。FA となってから d n a 三浦監督から直接電話もあったという。数日経って電話があり、おい、帰ってこいよ、と、15秒くらいで電話が終わりました。 と低い声で口調をものまねするように明かすとファンは爆笑。お疲れ様です。また連絡させていただきます。と返事したことも明かした。その後、三浦監督がサプライズ登場。おかえり。とがっちり握手すると、やはり横浜スタジアムが似合う男だなと。まだまだシーズン長い。大きな柱になって、チームの起爆剤になってほしいなと思います。とエールを送った。